ちは、あやです。はい、本日はですね、下関の方に行きたいと思います。下関って言ったら山口です。バイクで行くのは初でございます。いやー、よかった、晴れてここ何日か雨が続いてたんで、あ、行けるかな、どうかなと思ってたんですけど、晴れました、イエイ。また明日から何日かは雨らしいですまああともうちょっとで梅雨が明けてくるのではないかなと思うので、それまではもうちょっと我慢かな。あ、とりあえず今日は晴れたのでよしとしましょう。山口はですね、バイクで行くのは初です。初山口ツーリングですあー、それにしても暑い、今日はやばい、すごい汗がすごいあ、今日はね、熱中症に気をつけながら行きたいと思います。はい、新文字ですね、新文字の方に入ってきました。はい、この後ですね、メカリパーキングによってちょっと感触をして、下関の方に入っていきたいと思います。やっぱね、関門海峡見なきゃでしょ渡るんだけどねいやー、それにしてもね、今日ね、事故車が多い、びっくりするぐらい多いです文字に入るまでに何台、上り下り合わせて多分4台ぐらいが路肩に止まってて、その前に警察がいたり白バイがいたりしてました多分ね、あとメカリまでもうちょっとなんですよね。メカリトンネル出口を左へ出て、すぐ左なのかな、あ、ぽいな。本当は関門トンネル下の方使っていこうかなと思ってたんですけど、ちょっと今回はやめましたおー、怖っ、本当にすぐなんだはーい、メカリです。おー、海だ、見えるかな、海だ、はい、門司港です。おー、はーい、メカリに到着です。よいしょ、よいしょ。ちょっとだけ朝ごはんです朝ごはん食べてきてないんで、朝ごはんを食べてきたいと思います。なんかいろいろあるえ、すく焼き美味しそう。なんかお腹空いたな。開門海峡です。関門海峡、あっちはもう山口県です。はい、とりあえずご飯食べろ。まだね、朝だからね、普通に美味しそうなんだよね。コーヒー飲もうかな。すいません。いらっしゃいませ。福焼きのカスタードと、
あ、コーヒーってこっちで頼める？コーヒーはですね、中だけ。はい、申し訳ありません。わかりました。じゃあ、ふやきだけで。はい、240円です。かわいい。ふぐー。なんかね、おいしい。けど皮が硬い。こういうやつなのかな。なんかもちもちのやつ想像してたから、ちょっと違和感。チーズコーヒーのカフェラテです。美味しい。関門海峡を見ながらの休憩です。よし、それでは山口に入っていきたいと思います。いやー、めっちゃ天気いい。ナビ出すの忘れてた。あら、やべえ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 。関門海峡渡ってます。すごーい。はい、こっから山口。ふぅー。めっちゃ近いよね、考えたら。本州と九州って間これだけしかないんですよ。はい、山口県です。バイクでの上陸は初です。さあ、これからもうちょっとだけ高速乗って、さらっと下道かな、で山口の中をぐるぐるしたいなと思っております。いやー、それにしても晴れてよかった。今から行くところはですね、もう晴れてないと意味がないんじゃないっていうぐらいの場所なので、もう天気になってくれてよかった。本当にもうね、ずっと雨ばっかりでさ、バイクに乗れないんですよ。もう梅雨はライダーにとって最悪の時期です。まあ、なんか雨の日を楽しんでるライダーさんも中にはいるらしいんだけどね。私はそんなに技術はないから、もう雨の日はおとなしく家でこもってます。はい、高速降りてきました。すごくのどかですね。ほう、ネズミ取りしてた。ありがとう、系の人。うわぁ、ブンって行かなくてよかった。そんなに出してないんだけどね。いやらしいね。やるならもうちょっとね、オービスでっかいの置けって思っちゃうんですけどね。まあ大変だよね、警察の人たちも。
文句を言われながら仕事しなきゃいけないって考えたら、いやーマジあの K の人ナイスやわ。なんでハザード焚いてんだろうとか思って、ハザードじゃねえや、カチャカチャってやってるんだろうと思ったけど、そういうことね。絶対やだよ、こんな県に違う県で捕まってね、免許を点数取られるのだけは絶対やだよ。でもなんか誰かが言ってて、バイク乗ったらゴールド免許は遠のくってあ、誰が言ってたんやったっけな。なんか分からんでもないと思っちゃった。特に SS 乗ってたらそれあーってなっちゃう。ネズミ捕りって私土日してるイメージやったんやけど、平日もしてんだね。やっぱあそこ飛ばす人が多いのかな。あーまだかな、またもうちょいかな。溶岩焼き美味しそうだな。はい、あともうちょっと、あとどんぐらい、1時間ぐらいかな。頑張って運転していきます。